備が決定している F-35B 戦闘機取得費が、防衛省からの情報をキャッチしました。今回は、8機取得費1435億円計上を詳しく見ていきますね。ニュータバル基地へ20機配備が決まっていますが、日本の F-35 戦闘機数は、世界でも2番目となりつつあります。熊本でも、F-35 戦闘機用最先端半導体を製造可能にしている。日本は世界から見ても重要な拠点と今度なるでしょう。2022年12月23日、現在の日本の岸田内閣は、いわゆる安保関連3文書と呼ばれている内容を改定して、それを閣議にて決定、2023年度の防衛費を、これまでで史上最高額となる約6兆8219億円とすることとなった。さらに、この決定によって、2023年度から2027年度までの5年間の日本の防衛費の総額は、およそ43兆円となることも、同時に確定し、岸田政権が発足した時点から掲げていた骨太の方針における防衛力の増強を具体的な金額に反映させた形だ。こうした岸田政権の防衛費の拡充は、今後の日本の防衛力の整備について、仮想敵国の軍の対空ミサイルの射程距離外から攻撃を可能とするスタンドオフ能力の取得に関して、多くのマスメディアでも取り上げられている。その代表的なスタンドオフ能力を具現化する装備品としては、国産の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、その配備までをカバーするアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達、島嶼防衛用の高速滑空弾などが注目されている。これらの長距離攻撃が可能となる兵器を、日本の自衛隊が装備することは、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれており、今は反撃能力と言い換えられたが、その保持を名実ともに獲得することを意味しており、議論の的ともなっている。無論、その是非を問う論調は、これまでと同様に、日本の防衛力の強化を快く思わない層からは、政府批判の対象とされ、逆に、日本の国防を憂う層からは、現在の岸田政権の英断であると称えられ、侵略の反応であることは言うまでもない。ただし、個人的には、かつてアメリカが民主党のオバマ政権であった時代にも、日本はアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達を非公式に打診したことがあり、その際にはアメリカ側から断られたとの経緯が思い出される。これは、現在の2022年から、9年ほど前の2013年頃のことだと言われているが、この当時のアメリカのオバマ政権は、日本の本土から中国の沿岸部にまで、攻撃が可能なトマホーク巡航ミサイルの供与は適切ではないと見ていたことが伺える。2013年頃といえば、すでに、中国の東シナ海や南シナ海への海洋進出は、明らかとはなっていたものの、アメリカは、日本に、トマホーク巡航ミサイルを供与することは、いたずらに中国を刺激するのみで、政治的には好ましくないと、判断していたのだろう。これが、今や、日本へのトマホーク巡航ミサイルの供与について、アメリカ側も、おおむね、賛同の意を表していると報じられていることは、いかに、昨今の日本を取り巻く、安全保障環境が悪化しているかを端的に示しているように見える。さて、2023年度の日本の防衛費についてだが、こうしたスタンドオフ能力以外にも、かねてから進められて、いる出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修や、その艦載機タル F-35 ライトニング 2B 型の調達予算も確保されている。後者の F-35 ライトニング 2B 型に関しては、2022年時点で、日本の航空自衛隊は、総数で42機の調達目標を掲げているが、
2023年度の防衛予算では、そのうちの8機を、総額1435億円を投じて取得することが盛り込まれた形となった。これに先立つ2022年8月末時点の防衛費の概算要求の時点では、F-35 ライトニング2の取得数は6機及び、金額を明示しない事項要求で、これにプラスアルファとすることが打ち出されていたため、2機を増加させた計算となる。今回決定された F-35 ライトニング 2B 型8機で、総額1435億円とする2023年度の防衛費だけを鑑みれば、単純計算で1機あたりのその取得費用はおよそ180億円近くになる計算であり、さすがに同機の中でも特殊な機体だけに安価な金額ではない。日本の航空自衛隊が調達を進めている F-35 ライトニングには、現在の日本を含む西側諸国が、ほぼ唯一、調達可能な、いわゆる第5世代戦闘機であり、通常滑走路使用の A 型は、合計で、105機の入手計画が立てられている。そして、今回のテーマである B 型であるが、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の機体の戦闘機であり、日本以外には、本国アメリカとイギリス、イタリア、シンガポールが採用、これに韓国も続くと予想されている。これらの F-35 ライトニング 2B 型の採用国では、大半が強襲揚陸艦や航空母艦での運用を前提としているが、シンガポールのみは、狭い国土もあってか、通常の陸上から、その特性を生かした運用を想定していることが伺える。日本の航空自衛隊では、この F-35 ライトニング2型の配備を、宮崎県の固有郡新富町に所在するニュータバル基地にする方向で進めており、同基地には、今は、第5航空団の F-15J、DJ イーグルを装備する第305飛行隊が配置されている。このニュータバル基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備の方針が報じられて以降、いつの模様にそうした、日本の防衛力の強化を良しとしない勢力からは、その配備をめぐって、盛んに、ネガティブキャンペーンが展開されてきた。そうした動きの中では、F-35 ライトニング 2B 型が、その最大の特徴である、短距離離陸、垂直着陸が可能なストーブル形式であることを危険視するかのような言説や、多くの航空基地で問題にされる騒音を理由に批判が行われている。そんな反対活動への動きに対して、日本政府は12月22日に地元である新富町に防衛省の担当者らを派遣し、住民に対して想定されている内容を説明する会合を実施し、少しでもその意図を浸透させることに注力している。この住民への説明会は公開形式ではなかったものの、新富町の区長を含む住民らの対象に向けて行われ、航空自衛隊のニュータバル基地で整備が進められてきた弾薬庫、燃料貯蔵施設の増設の状況等について説明が行われたという。これらの増設された設備類は、有事の際には在日アメリカ軍の使用も、念頭に置いたものであることが述べられ、F-35 ライトニング 2B 型を新たに配備することで、現在のおよそ 50% 増の発着数が想定されることが説明された模様だ。こうした防衛省からの新富町の住民への説明会の内容を耳にして感じるのは、甚だ個人的な主観に基づく感想かもしれないが、アメリカ軍が、航空自衛隊の基地を共同利用する可能性について述べている、その誠実さだ。一昔前であれば、こうした事実が日本政府から告げられたとなれば、各大手マスメディアが一体となって、大規模な批判が巻き起こっていたのではないかと思える点で、つくづく日本の置かれた環境も変わったと実感させられる。
今のロシア・ウクライナ戦争の世紀を現実のものとして目撃している中でも、一部にはなぜかロシア寄りの姿勢を崩さず、ロシア政府のプロパガンダそのままにウクライナが停戦を拒んでいるとする意見も散見される。しかし、そのような言説を見聞きしようとも、大多数の日本国民は、それに惑わされうなずくことはなく、ロシアが、ウクライナから兵を引くことでしか、この戦争が、終結を迎えることはないと、冷静な判断を下していると言えよう。したがって、中国による台湾有事の発生の可能性についても、不幸にして、それが、現実のものとなった場合においても、在日アメリカ軍や自衛隊が最大限の防御策を講じることは多数が支持しており、そうした考えが覆されることはもはやないだろう。また、台湾関連で言えば、2021年10月に世界的な半導体製造企業として著名な同国の TSMC が熊本県に新規に工場を建設することが確定しており、ここで生産される半導体は最新のものではないとはいえ注目されている。それは万が一の場合の台湾有事の際にも、同国の強力な経済的な後ろ盾となる巨大企業 TSMC と日本とがつながりを持つことで、間接的にせよその支援を行うことが想定されるからに他ならないからであろう。